栄誉騎士、栄誉騎士ってば。やっと起きた。おはよう。よく眠れた？おはよう、旅人。神団長、その服どうしたんだ？うん、おねえ、いや、神団長がね、状況が怪しくなってきたから、みんなを守ることを最優先にしようって。だから、バカンス気分は一旦やめにして、元の格好に着替えたんだ。雰囲気が変わったな。仕事モードに入ったみたいだ。さすが、セピロス騎士団の代理団長。お世辞はよしてくれ。君だって十分優れた人物だ。だから私も君を深く信頼している。その休んでたところ邪魔しちゃってごめんね。さっき隣の島から煙が上がってるのを見て、みんなで確かめに行こうってなったの。きっとドド大魔王だ。どうしよう、なんだかオイラまでドド大魔王がいるんじゃないかって気がしてきた。私もその大魔王が一体何者なのか知りたい。みんな隣の島を調査してみよう。よう、こんなところで会うとは奇遇だな。ガイアとディルック先輩、どうしてここに？あれ、大魔王じゃない。大魔王、やはりか。どうやらお前たちもその大魔王に呼び出されたみたいだな。実は俺たちもなんだ。もってことは？まあ大魔王のことなんかひとまず置いておこう。今の俺はこの夏の太陽を満喫したい気分なんだ。ガイアとディルックの旦那は船で来たのか？でも嵐と霧がすごかったろ？大丈夫だったのか？嵐と霧？俺たちは運よく霧が晴れた後に着いたんだ。最初からバカンス日和のいい天気だったぜ。だが知っての通り、ただの船じゃここには来られない。だからお前たちと同じ方法を使わせてもらった。え、お前たちもトワリンに乗ってきたのか？今さら驚くことじゃない。巨竜が飛んだんだ。あれほど目立つ存在、とっくにモンド中に知れ渡ってるぞ。
みんなに見られていたのか。安心しろ、背中に人がいたというとこまでは見られていない。ただ竜が飛んでるのを見られただけだ。よかった。しかし、あの銀遊詩人に竜を従わせる力があったとはな。まさかトワリンは古典音楽の愛聴者なのか。なるほど。ふう。で、ここには二人きりで来たのか。おやおや、代理団長も冗談がうまい。俺がわざわざ旦那様と二人きりで来るように見えるか。俺たちの他にもあと二人いたんだが、いろいろとあってな、途中ではぐれちまったんだ。いろいろ？チームワークに欠けてたというか、個性が強すぎたというか。旅人は相変わらず鋭いな。その通りだ。その二人って誰なんだ？アルベドとレザーだ。え？アルベドお兄ちゃんとレザーが来てくれたの？やったー！お前たち、やっぱりバカンス気分で来たんだろ！待った。ガイアがここにいるということは、セピロス騎士団は今誰が管理しているんだ？それはもちろん偉大な図書館司書リサ様だよ。安心しろ、ある意味リサは俺らより手厳しい。モンド上で悪いことをする奴に同情しちまうくらいにな。よかった、リサがいてくれたか。それでアルベドとレザーはどこへ行ったんだ？それにさっき見た湯気は何だったんだろう。それにはまず俺たちが置き去りにされた理由から話す必要がある。俺たちが竜に乗ってこの群島の上空に着いた時、レザーが何かに吸い寄せられるかのように急に竜から飛び降りたんだ。レザーが心配で俺たちもすぐ飛び降りたんだが、風の翼で着地したこの島には誰もいなかった。俺の経験上、その場で戻ってくるのを待つべきだと思ったんだが、レザーが俺たちを探しに戻るはずがないとディルックが言い出してな。互いに持論をぶつけ合っていたら、いつの間にかアルベドまで消えちまってたってわけさ。待て待て、アルベドとレザーは難なく先に進んだんだろ。なんで逆にお前らはここに囚われてるんだ？さあな、ディルックの旦那と一緒にひどい目に遭う運命なんじゃないか。どうだか、アルベドは錬金術による創造が得意だ。あの綺麗な人造花をうまく使うことで他の島に行くことができたんだろう。俺も本来なら海面を凍らせることで。僕はあの高い山のある島に着地しようとした。だが君があまりにも言い張るから落下地点を変えたんだ。やれやれ、俺が元素力を振り絞って海面を凍結させてもお前に溶かされちまう。氷と炎の中ってやつ。お前の神の目が岩元素だったら、俺たちとっくに他の島で昼寝してただろうに。じゃあさっきのは妖怪反応で出た水蒸気だったってこと？仲がいいんだか悪いんだか。とりあえず賑やかになったってことでいいんじゃないかな。そうだな、未知の困難が待ち受けているかもしれない。仲間が大いに越したことはないだろう。二人とも同行してくれるか。
いいだろう。喜んで。当面の目的はアルベドとレザーを探すことだな。あの二人どっちに向かったかわかるか？レザーは今のところ不明だが、アルベドならあっちに行ったようだ。そうと決まればオイラたちも出発しよう。